皆さん、こんにちは、こんばんは、ゴッティバドミントンチャンネルです。はい、本日は東日本学生選手権について、えー、語っていきたいと思います。まあ、ちょっと先週から今週にかけて、ちょっと本当、ハードスケジュール過ぎたんで、ちょ昨日から微熱出て、寝込んでて、昨日出そうと思ってたんですけどね、ちょっと取れなくて、えー、今もうガドロのチャレンジャーき聞いて、奮い立たせて、今。 動画撮ってますちょっと鼻声なんですけど、ほんとすみません。ということで、やっていきたいと思います。そうですね、その前に昨日、おとといとちょっといろいろバドミントン界で、日本バドミントン界でちょっといろいろ起きすぎましたね。えー、福宏が、ね、引退、ペア解散。で、えー、東野、桜本、あ東野って言っていいのか分かんないですけど、桜本、五十嵐、ペア。 初の国際試合デンマークオーープンンかなデンマークの大会、あのー、エントリー漏れで出れないっていうね、ちょっと、ね、耳を疑うようなことはありましたけどね。フクヒロと、えー、東の桜本についてなんか語ってほしかったらねあのー、コメント欄でぜひ書いてほしいなと思います。まあ東の桜本に関しては オンドルラギっっったたんですかーって思っちゃいましたね、うん、今わかんない方は本当にね「仮面ライダーブレード」からやり直した方がいいようん本当に「オンドルラギったんですか」ってね思っちゃいましたねいやーまあね今回も今回も教会のミスなんですかねいやもうそろそろねうんさあお前の罪を数えろと言,わ言いたくなっちゃいますねうん これも仮面ライダーダブルネタなんですけどね。うん、誰もわかんないですよね。まあ、ちょっと、全然長すぎちゃいましたね。はい。東日本語っていきたいと思います。えー、団体戦というか、もう、男女、アベック V でしたね、筑波が。筑波が優勝して。で、日本大学が男女、アベック準優勝でしたね。いや、俺は、 やっぱねずっとね今年始まった段階から俺は明治がもうリーグも東もインカレも全部取ってくれると思ってたんですけどねやっぱねきついですよね全部取るっていうのは。てか思ったんですけど筑波大学男子めちゃくちゃ総圧いやばいっすね。いや 今現時点で俺が優勝予想どこするかっつったら俺は間違いなく筑波大学って言うと思ういやでもねまあね筑波大学毎年そう暑いんですよでも毎年優勝には届いてないんですよねいやあの練習量もすごいって聞いてますしまあなんていうかあの大学が大学なんでこう科学的なトレーニングとかトレーニングも結構きつくもうフィジカルも強く。 やれてるっていう風にはこう聞いてるんですけどでも取れないっていうね本当になんで取れないんだろうって思うぐらい毎年強いんですけどまあ今年はちょっともうレベル違うなってぐらいそう暑いっすねいつもよりも。なんでいつも以上に層が厚いんでちょっと今回はどこ優勝するかなと思ったらつくば。 なんですよねまあでもぶっちゃけ筑波大学以外も明治とか日大とか強いなって思っちゃいますね。明治日大は強いと思いますね。明治なんて藤原宮下宮下柳川なんてもうほぼ取れないっしょこの3つ。まあでも日体すごいですよねここに勝つんで。やばいですよね日体。 まあやっぱマンパワーでかいなとは思いますけど日大もマンパワーでかいけど結局筑波には負けちゃったんでそこ何なんなんて言うんだろう俺,って俺のイメージでは筑波はマンパワーに弱いなっていうイメージなんですけどちゃんと決勝で日大に勝ってるんでそこは何だろうな解消してきてるんかなとは思いますね。<laughs> あとね本当にね分からん大学生。 うん、てかあの SJ リーグと違ってやっぱどこの大学もきっ抗しすぎてるあの面白い本当に大学明治勝っても俺全然違和感ないし日大勝っても全然優勝しても違和感ないし日大勝っても違和感ないえー、まあ法政あ法政は違和感あるなえー、筑波勝ってもうん全然違和感ないし中央勝ってもあ中央まあまあまあ うまくトントン拍子に進めばまあいけるかなっていう感じなんですけどいや本当にどこもきっ抗してるんでマジわかんないっすよねまあでも去年優勝したのはまあ法政ですしねうんあれ予想できたやつはマジでいない、うん、予想してましたとか言ったやつはマジで嘘ほホラ吹き間違いないホラ吹きっすねあんな関係者以外どこもあんな優勝すると思ってねえだろはいって思いますけどねうんあのー 鈴木千尋対ピットブルの勝敗当てるぐらいあれは難しいですね、うん、だからだから面白かったですね去年は去年のインカレはあの、うん、めっちゃ面白かったと思います、うん、ああ予想王去年はまだ予想王っていうレベルに達してなかったんで普通に明治だと思ってたんですけどまあまあ今年はさすがに当てるから、うん、今年は 今の段階だとやっぱゴ、はい、ッティは。いやなんかねえなんでゴッティ西予想しないんですかとかね今言ってきそうなんですけど、うん、西はねいやないっしょ西は西優勝まあの2年前はほぼ奇跡みたいな感じだったと思うんでうんそんな奇跡2度起きないっしょって思ってるんでだから 今年は東のドックかなと思ってます、うん、東優勝して、うん、しないって思ってる人はね、うん、本当にアマチュアシュートからやり直した方がいい本当に今年はね間違いなく東が勝つと思いますはいちょっと、うん、もし西が優勝したらちょっと予想っていうね、うん、バドミントン予想っていうのをちょっと1年間剥奪していきたいかなと思ってますはい いやー個人戦はシングルが宮下選手でえー、とダブルが佐藤、吉田。もうやっぱね見たけど面白いやっぱ大学生どの試合もあとだいたいスマッシュネットでねスマッシュで決めてくれるからねやっぱ面白いんですよね。いや宮下選手面白いプレーするなってからね配球めっちゃ上手になったって思いますね。あの ネット前の,あのロブの出し方あの低い出し方高い出し方めっちゃ上手くなってるなと思います。あと、思ったのがてかやっぱ昔から思ってるのが出だしそんな良くなくてもやっぱ中盤で結局追いついてあの最後、バババって抜け出して取るなっていう印象ありますね。すすごいいよよねなななんか出だしし悪くても全然負ける気がしないような 感じです俺は見てていやマジ強いなって思いますねいや全然なんかプレー安定してきてるっていうよりかはあのマジロブの出し方ガチうめえなっていうふうにしか、まあ、思わなかったっすねいやめっちゃロブの出し方うまいいやめっちゃ綺麗俺はね俺はそういうふうに思ったあとラウンドクロススマッシュだけじゃなくてストレートも射抜けるようになってるのがガチですごいなって思いましたねうーんとね クロススマッシュがやっぱみんな見て思,思ってるんですけどえぐいんですけどこん今回あのえ映ってる映像では結構ストレートスマッシュもめっちゃいいスマッシュ打つなと思ってもうあんなのラウンドに上げたらどっち来るか分かんないじゃんみたいなふうに思っちゃいましたねいやーやっぱもう大本命じゃないですかね今年の優勝個人戦シングルスだと思いますねで ダブルスは佐藤吉田優勝したんですけどいやめっちゃ強かったですねいやでも櫻井源勝つかなと思ったんですけどあのー、気持ち強かったですねあとインターバルファイナルインターバル抜け出してからがマジで強かったですねなんかちゃんと点取るパターンに当てはめてスポンスポンスポンって取っていけたのがあれでだいぶでかかったかなと思いますねいやでも桜井源勝つかなと思ったんですけどね今回あれですかね源選手 の前ちょっとミス前衛っていうか前に置きに行く球とかちょっと精度悪かった気がしますね。では男子もうちょい語ろうかなと思ったんですけど、今越選手強いですね。てか、長淵選手と相性めっちゃ良くないですかうんと、回も負けたことないんじゃないですか、長淵選手に。去年の東の団体も確か長淵選手に勝ってましたし、多分個人戦とかも。 ああ今回の団体でもやったんかなか今3連勝4連勝ぐらいしてんじゃないですかねいやちょっとプレー見たんですけども分かってましたねあのもうなんか長内選手のやり方分かってそうなあの自信あるプレーって感じでしたね羨ましいですねえてか藤原選手どうしたんですか藤原選手え出てたっすよねちょ,ちょっと待ってくださいちょっと確認します あここで巻きてるんですね。あの、法政の川端選手っていうのに巻きてますね。あ川端選手、どこ出身でした柏原か。何年生ぐらいですか ?2 年、2年生か。2年生。あちょっと、あんま知らない方なんですけど、あれか。あ,あれかっつっても、あま思い出せないな。まあまあ、まあ、法政にいるってことは、まあ、まあまあ強い方なんですよね。えー。 意外ですね去年の優勝者に勝つなんてあんま思わなかったですね藤原選手と宮下選手はいやまあ上の方で当たるんだろうなとか思ってたんですけどあんま無名とか言っちゃうあれですけどあんま俺がよく知らない方に負けるんだなっていうのはちょっとびっくりしましたねあと今回は小樽なんですよね小樽北海道のあのー、ゴッティの時は すすきの,のいいっすよすすきのめっちゃいいっすよすすきの本当にあのね東日本ってねあのー、分かる方いると思うんですけどね9月9日にぶち当たるんですよね、うん、9月9日って聞いてあのー、こう暑いっていうふうに思い浮かばない方は本当にアマチュアシュートからやり直した方がいいなと。 思ってます、ね、うん「ゴッティバドミントンチャンネル」そんな甘くないんでうん99って暑いんですよね暑いってことは行くんですよね勝負しに行くんですよねそれが東日本の時にあるんですよで東日本ってあのす,すぐ試合終わったらなんかまあ大体11時とかに帰れるんですよあの結構上の方で進んでたりしたら もしくは全日してる人とかねもうもうすぐ早めに負けちゃった人とかねまあ俺とか弱小大学出身なんで毎回1回戦負けとかだったんでもう1日目2日目ぐらいからもう全日って感じだったんですけどやっぱ救急はなんか結構行く人多いんですよえ。こんなに強い人も うち来るんだ勝負しに来るんだっていう風に思ったりもしたことあるんですよ本当にいやなんならあの何、ー、すかねすすきののあのー、ね店はあのー、絶対スローガンやった方がいいんですよなんかだいたい限界のその先へ」とかじゃないですかたい限界のその先へ」みたいな感じなんですけどまあ俺らが来る時だけ「君もできる」 夢の並び打ちみたいなうんあの本当にめちゃくちゃ強い人とかいたら隣でで勝負したくななるじゃないですかえっこんなめちゃくちゃ強い人の隣で打てるなんて一生に一度しかないもしくは年に一度しかないみたいな感じでそういう宣伝した方がいいなと俺は思ったりしてましたどうですか限界のその先よりもあの君もできる 夢の並び打ちっつってねうんそういう方がいいんじゃないかなとねあのー、ゴッティは大学生ながら思ったりしてましたはい楽しかったっすねすすきのすすきの楽しかったっすねもう寂聴大学出身なんでやっぱ一没とかするんすよ本当にいやもうねいや多分昔の人の方が多分絶対飲み歩いてたうん絶対飲み歩いてたみんなもう 飲み歩くためにもうススキの楽しみで楽しみで仕方なかったと思います。あの、このね、見てる方の中にも、え、もし、ね、多分ススキの行った方、ね、東日本の時にススキの行って飲み歩いてた方、たくさんいらっしゃるんじゃないですかね。絶対男子も女子もね、絶対飲み歩いてたと思う。うん。絶対飲み歩いてたね。うん。いや、楽しかったっすね。楽しかった。あとね、 あとなんですけど、まあ、俺は全く、あのー、なんだろう、これは関わりないんですけど、まあ、知人とか、まあ、結構、バドミントン強いわけですよ。で、ベスト32に入んないといけないんですよ。ベスト32に入るには、5回ぐらい勝たないといけないんですよ。その5回ぐらい勝つまでに、あのー、組み合わせで、なんか、めっちゃ強いやつ。なんで、俺とこいつ戦わなきゃいけないんだよ、みたいな。 強いもん同士であの当たったりすることあるんでそこの,あの組み合わせ発表までがねめっちゃあのバクバクしたというかあの心臓バクバクしたというかねなんならあのめちゃくちゃいい山に行ったらもう超嬉しいなとか思っちゃったりね、うん、まあゴッティの知人はね毎年毎年あのインカレ崖でめちゃくちゃ強い人に当たってて。 いまあまあ全部勝っちゃうんですけどねその知人はさすがにバドミントン強くてその知人は意外となんだろう優勝経験のある大学でバドミントンやってたらしいんでね結構名のあるやつだったらしいんですけど崖は大変だったらしいですねはい。 いやね東面白いですよねいや今,今思い出してみると俺は万年一回戦負けだったけどあのー、周りの強い大学見てうおすげえとか思いながら見てたなーっていうのよみがえりますねはい,いやススキのほんといい町だと思いますねほ、うんと、うん、いい町だったと思いますね飯の飲み屋めっちゃあるしねうんねえ あと普段やっぱ他の大学と交流できないんですけどそういうところで意外と交流持ったりできるのは結構でかいと思いますね、うん、今,今どうなってるんか知らないけどどうなってるんですかねやっぱ東で結構仲深めたりはしますねまあ強,強いやつら同士だったらなんかこう試合終わっていや強かったっすよマジでいやもうちょい手加減にしてくださいよみたいなね 会話あると思ううんですけどねかこうじっくり話すとかはやっぱ東とかなんじゃないですかねいやーどうですかね経験者経験者の方たちもっといらっしゃると思いますけどねうんいや楽しかったっすよね東、まあ、そんな感じっすね東いやあのねいいっすよ本当に東は楽しいですね、うん、うんまあまあそんな感じですねはいえー 東日本解説してくださいってリクエストあったんですけどねこんな感じでいいですかね、まあ、ちょっともうもう風邪引いて辛いんでこの辺にしたいと思いますえー、ふ福広もしくは、えー、東の桜本について買ってほしい方はコメント欄で、えー、ねなんか書いてくださいえー、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします今回はそれだけです今回見に来てくれて本当にありがとうございましたそれでは See you next time